です。はい、ケノチです。はい、ヤシコです。よろしくお願いします。続いて新しい服。これ何？ヒゲ。俺に憧れた。そういうこと。はい、ということでね、はい、今日はね、なんかただただ話すだけの動画を作ろう。歌わないから。最近俺この服よく着てんな。よく着てんな。結構お気に入り。うん、ちょっとエグザイル意識してる。おー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 エグザイルっぽいっちゃエグザイルっぽいな。ありがとう。はい、ということでね、あのね、今日話すことなんだけど、検証ってあるでしょ。わかんねえか。 YouTuber 的に検証すると調べてみようのコーナー。木に剣でゴンベンに正しい検証。検証。そうじゃない。そっちじゃない。うん。あ、当てる方な。そう、プレゼントの検証の話。おー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 。世の中にはさ、検証をさ、よく当てる人っているじゃん。うん、あれね、多分その中の一人、俺なんだよ。マジで？うん、カドチ知らなかったでしょ。おう、何こっそり当ててんの？結構ね、俺当ててるのよ。あ、マジで？ AKB 系とかほとんど当ててるよ。俺あんま興味ねえな。そう、ほとんどっつったら嘘だな、結構当ててる。いいな、うん、あのね、検証の当て方ってあるのよ。当て方？実はあるのよ。え、言っちゃっていいの？これね、言っちゃおうかなと思って。みんな当たっちゃう？いいの？大丈夫、大丈夫、大丈夫。あの、みんなと被んないと思うからさ、そんなに。出す検証。だな。うん。ちょっとね、俺が持ってる検証の景品、ちょっと出そうかなと思って。まず1個目がね、これ、わかるかな？富士ファブリックのサイン入りの CD。見して見して見して。はい、見てみ。あ、ほんとだ、カタカナで富士ファブリックって書いてある。そうなのよ。で、これ誰？誰が誰だこれ、わかんないんだよね。でもすごい。うん。で、このさ、CD は、この CD の検証なのよ。で、何なのかっていうと、うん、このジャケットに使われた CD の、うちの1枚。すげえな。じゃあ何のデータも入ってはないんだ。そう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 。見して見して。はい。この中の1枚がここに来てるんだ。そう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 。すげえ、何枚だ。わかんないんだけど、配られたのは100枚。あとね、これね、うん、毛皮のマリーズのラストアルバムの検証で当たったやつなんだけど、毛皮のマリーズのメジャーデビュー前のライブを収めた DVD なんだけど、これ何人だったかな。これも100人とかじゃなかったかな。あ、これ嬉しいね。そう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 、ご当選のね、証明書もついてて。ああ、すげえすげえ、マリーズ。そう、これもね、当たったんですよ。これね、マニアックですよ。AKB48 のフライングゲット、峯岸化って呼ばれてるやつなんですけど、これね、全パートを峯岸が歌ってんすよ。峯岸さんが。なんで興味ないの？これも数少ないんですよ。ちょ、よしてよして。え、これ何？普通の CD だとここメンバーなの？そうだよ。これ全部峯岸。そう。で、全パートを峯岸が歌ってるっていう。あ、そう。これね、一時期1万円ぐらい。プレミアついた。へー、うん、今はまあどうなんだろうね。うん。でね、検証の当て方なんだけど、お実践編。お、実践編。これでね、まずネットでシリアルナンバー入れて申し込むやつってあるじゃんよ。あれっていうのはもう基本的に運です。あれは運なの？あれはもうどうしようもないから数打ってください。あ、そう、うん。あれはもうしょうがない。おどうにもならない。で、狙い目なのが、うん、見てください。こう、俺全部さっき CD 系のやつ出したんですよ。出したね、そういえば。これも言われてみれば CD だね。 CD って超狙い目なんです。そうなの？うん、すっごい今狙い目です。 CD 系はあの人数が当たるのを1名とかじゃなくて100名とかのやつだったら当たります。で、必ずやらなきゃいけないことがあるのね、うん、これ本当にこれだけはやんなきゃいけないっていうのね、あるの、うん、これって必ず感想をきっちり書いてください、CD の。あ、そうなの？はい、感想の欄がなくても感想を書いてください、とにかく。へー。これね、出版社の人に聞いたことなんだけど、うん、検証当てるには必ず感想を書かなきゃダメなんだって。あ、そうなの？そう、感想をしっかり書いたものは選ばれやすい、うん、それを聞いて俺、検証に全部書くようにしたの。へー。そしたら、バーンって上がるようになって。あ、そうなんだ。そう、でだから CD ってさ、聞いたら感想書きやすいじゃん。まあね、すっごい書きやすいのよ、まあね、そう、だからあとはだから雑誌系、うん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 、雑誌系とかも多分当たりやすい。俺雑誌買わないからあんま分かんないんだけどさ。雑誌系も感想書いた方がいいんだよ。じゃあそう、きっちり感想を書く。もうこれも鉄則。うん、あとはね、うん、他にしてることは僕ないです、実は。はい。なんだそれ。そう、実は何もしてないんです。
あ、そう、うん、なんか目立つハガキで送るといいとかっていうのは あるよね、確かに。でもね、何が一番目立つかっつったら、結局は感想をしっかり書いてあることが目立つのよ。あ、そういうことね。うん、俺たちさ、この間さ、プレゼント企画やったじゃん。やったやった。全員配達できました。あ、ありがとうございます。配送できました。無事届きました。よかったですね。はい、大事にしてやってください。まあ捨ててもいいけどね。うん、こっそり捨ててやってね。そう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 。あのね、 あれやった時もね、あの時さ、俺完全にランダムでやるっつったんだけど、あれ実は有利不利があったの。あったの。うん、あのね、あ、そういうことか。そう、髪の大きさが大きくなったんだよね、あの場合は。ああ、そうだね。そう、あれね、有利不利ないようにしたんだけど、なるべくどうしたって、あの、いっぱい書いてくれる人の髪は大きくなっちゃうんですよ。そうね、うん、確かにそれはあったね。そしたらそれ気になって取っちゃうんですよ、こっちは。まあ俺今気づいたから全然関係ないと思うけど、ね、そう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 。俺もそれ、あ、取りたいなみたいな、これでかいな、うーんとか思いながら、うん、これがでも100になってみ、今回4だったよ、2人で2個ずつだったけど。あ、そうね、100になった時に取る時には大きいの取りたくなるんだから、絶対に。そうかもね、そう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 、言われてみればね。うん、そういうことです。そう、あの、結局はあれって情報収集のためだから、あの、本当に欲しいんですよ、感想とか、どういうレスポンスがあるのかを見たいものだから、基本的にはそれはちゃんと書いてあげれば当たるぞっていう話です。だよな、全然面白くねえな今日の話。どうしようか。まあいいんじゃね、たまには。あ、じゃあここのコメント欄に今まで自分たちが当てたものを教えてもらおうぜ、たまには。あ、そういうのはいいかもね。うん、なんかこれ当たりましたよみたいな。そうね。今まで一番高いもの何だったの？今までで一番高いもの？うん、うん、ラジ…あ、思い出した！お、すっごい昔になっちゃうんだけど、ファミコンより前の機械で、アタリっていうゲーム機があったの。あ、そうなの？当時3万円ぐらいする。おうおうおう、それ当たってんの俺、日本ハムの懸賞で。マジか。まだあるよ、うちアタリ。いや、見たことねえ。うん、なんか当たった？これこそみんなもう知らないと思うけど、うん、電池背負ってるポートコブウルトラネオボートマンっていうのが当たった。あー、CM のやつ？そう、パナソニックの。こういうやつ。うわ、すげえ。そう、だから結局はハガキよ、ハガキ。ハガキは一番強いんだよ。そうだな。うん、何が言いたいかって、ハガキ感想がとにかく強い。で、ネット系も数打ち当たる。それアドバイスじゃねえ。はい、ということでね、はい、あの、検証をね、皆さんも楽しんでね、ただでもらえるっていいからね。まあな、うん、まあ、嬉しいからね。うん、はい、おということで、以上、セシオーバーランディさん、またねー。